はい、今日は髪質改善に行ってきました。こんな感じでサラサラにしてもらいました。はい、まあ、そんなことは置いといて、今日はみんなからよく聞かれる私がいつも使ってるヘアオイルとかヘアワックスを紹介していきたいと思います。まずこちら、これは髪の毛を乾かす前につけてるんですけど、ヘアミストですね。これ私の大好きな香り、マジおすすめで、ヘアオイルがこちら。これヘアセット終わった後に髪の毛につけると崩れにくくなります、キープされます。そしてワックスはじゃん、この2つ。こっちのプロダクトはね、もうなくなりそうです。こっちはね、ネネに誕生日プレゼントでもらったやつ。どっちもいい匂いなんですけど、こっちはちょっと固めで、こっち柔らかめです。はい、ということで今日はちょっと私の髪の毛事情みたいな感じのショート動画でした。次回もお楽しみに。